こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は参考に古今なしです。秀でた山の景色は今も昔も変わらないという意味で、年が移り人は変わっても山は四季に応じて装いを変えつつその本質を変えることがない。その参考に対峙している人もまたその一瞬の中に無限を増している。それでは今から参考に古今なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。